公文解析とは、文章、具体的には、マークアップなどの中期の入っていないベタの文字列を、自然言語であれば、携帯素に切れ分け、さらにその間の関連といったような、統合論的な関係を図式化するなどして、明確にする手続きである。自然言語については、自然言語処理における要点の一つであり、プログラミング言語など形式言語の場合は、 形式文法に従い公文記を得る。公文解析を行う機構を公文解析機と呼ぶ。プログラミング言語の場合は一般にその性質から、文字列から、軸の列を取り出す全処理段階である、軸解析と、そのトークン列を受け取り公文記を作るなどする、後処理段階の2段階に分けてその全体を、講義の公文解析とし、特に後処理のみを指して、 競技の公文解析とすることが多い。以下、その競技の公文解析について述べる。公文解析では、公文目や、抽象公文記のようなデータ構造を生成し、プログラミング言語のコンパイラであれば、いわゆるコンパイラバックウェインドに渡す。サンプルなどによく見られる、指則演算の式の演算などのような簡単な場合は、公文解析と同時に、 目的の処理を行ってしまう場合もある。形式言語とオートマトンの対応はよく理論付けられており、公文解析のアルゴリズムはその入力である形式言語に対応するオートマトンの実装に他ならない。プログラミング言語の場合、実用上、プログラムとして正しい入力のみを受け付けるような構文規則を定めることは現実的でない。そのため、一般に、 公文規則では、言語本来より制約を弱くし、後で不正なものを排除するようにすることが多い。公文解析器を一から作るのではなく、パーサジェネレータで生成することも広く行われている。一般的なプログラミング言語処理系や、簡単なサンプルによくある、いわゆる、電卓プログラムなどの場合を例として説明する。まず第一段階として、軸を生成する。 これを軸解析と呼ぶ。入力文字列は正規表現などによる定義に従い意味のあるシンボルに分割される。例えば電卓プログラムに12にと入力されたとき、これを12にという軸に分割する。格闘君は電卓プログラムの数式として意味のあるシンボルである。軸解析を含む公文解正規器は といった文字が新たなトークンの先頭になるという規則を持っているため、12や3といった無意味な軸の切り分けは発生しない。次の段階は競技の公文解析である。トークンの並びが公文規則に照らして正しい表現となっているかを判定する。このため公文規則を参照して再帰的に規則を適用していく。前述したように構文規則で 表現するのは現実的ではない言語上のルール。例えば関数定義における仮引数名の重複などがあるので、そういったものへの対処も適宜技装する。以上のように、公文解析が終わった後に意味的な解析が行われ、公文が確認された表現の意味を識別して適当な行動をとる。電卓プログラムの場合、適当な行動とは式の評価であり、 コンパイラならコードの生成である。役などでは属性文法的な考え方を活用し、トークン列に対するシフトや還元という解析の動作に対して実行すべきコード編を結びつけ、それらのコード編により以上で説明したような処理を行う。公文解析には様々な手法が提案されており、 それぞれの公文解析法に対して適用可能な文法の範囲が存在する。歴史的にもっぱらプログラミング言語を対象に研究が進んだが、大まかに演算子順位法、トップダウン公文解析法、ボトムアップ公文解析法に分類できる。演算子順位法、トップダウン公文解析法は公文解析理論によって後から説明が加えられ、 ボトムアップ公文解析法は理論主導で作成された。演算手順違法とトップダウン公文解析法の手続きは人力で作成されることがコンパイラの初期の時代にはあった。特にトップダウン公文解析法である再起加工公文解析法はそのプログラムの実際のコードが文法の記述によく一致することが知られている。しかし、 一般にボトムアップ公文解析は非常に多くの内部状態とその間の線域規則を必要としその手続きを人力で作成するのは困難である現在は主にボトムアップ公文解析法であるララーを使用した公文解析機がパーサージェネレータによって生成されることが多いこの手法を使用するパーサージェネレータにはヤやバイソンなどがありどちらも 代表的なパーサージェネレータである。これらのパーサージェネレータがこの手法を採用する理由としては適用可能な文法範囲が十分に大きく効率もそこそこ悪くないことなどが挙げられる。その他にトップダウン公文解析法である LL 法が使用生成される場合もままある。例えばインターネット上のウェブページやメールアドレスを表す URL は 次のような構文を持っている、Web ブ,ブラウザに ht、http://ja.wikipedia.org スラッシュインデックス .html などの文字列を入力した場合、ブラウザはそこからサーバ名 ja.wikipedia.org と、パス名インデックス html を読み取らなければならない。これは、構文解析の非常に簡単な例である。一般に、 形式言語の公文解析は曖昧でない言語を対象としている。ある言語が曖昧であるとは、一つの文に対して二通り以上の公文解析が可能であることを言う。プログラミング言語でよく知られている例に、チューブラリンエルス問題がある。例えば以下のような文脈自由文法で表される、言語を考える、文、イコールイフ文全文。文、イコールイフ文全文エルス文。 すると、以下の文には二通りの解釈が考えられる、if, a if、a 前 if、b 前、clsd。一つは if、if、a 前マイナスと、if、b 前、clsd という二つの連なった文からなるとする、解釈。もう一つは、if、a 前 elsd という文の中に、if、b 前 c という文が埋め込まれているとする解釈である。 エルスに対応するイフがどちらかはっきりしないことから、その名がある。一般的な解決は、エルスは一番近い善と結びつくと、定めて曖昧さを解消するか、エラーとする。機械翻訳などの自然言語処理などで、公文解析の対象となる、自然言語の場合も、ごく基本的には、前の節までで述べた、形式言語の場合と同様である。 しかし、自然言語の公文にはアドホックな変形などが多いという複雑さや、多くの言語では曖昧さもあり、さらには意味を考えなければ公文が決定できないこともあるなど、独特の難しさがある。また、プログラミング言語などの場合の軸解析に相当するのは、形態素解析である。形式言語の場合はもっぱら、文脈自由文法ベースの手法で、 公文解析されるが、自然言語の場合は前述の難しさなどの理由から、言語学的に見た目的やコンピュータでの扱いやすさなどを考慮し、様々な文法や手法を検討する必要がある。例えば、いくつかの公文解析システムは、語彙機能文法を使用するが、一般に、この種の文法の公文解析は NP 完全問題であることが知られている。他にも、 主軸道区構造文法もよく使われるが、最近では、より単純な形式文法の研究が盛んで、ペンツリーバンクなどが挙げられる。シャロー公文解析では、名詞区などの大まかな公文の境界だけを見つけ出す。区構造文法ベースではなく、依存文法や核文法などを検討することもある。一方でかな漢字変換など、即座に結果が得られれば、それで良いものなどは、 教科書的な橋本文法に橋本文法の連文説の概念など実用上の改造を加えたようなものが使われていることもある。最近の公文解析では統計学的手法を部分的に取り入れている。すなわち、事前に公文解析済みのトレーニング用データ群を使う手法である。この場合、システムは特定の文脈で どのような構文が出現しやすいかという頻度情報を持つことになる。この手法では、確率文脈自由文法を使うもの、最大エントロピー原理を使うもの、ニューラルネットワークを使うものがある。成果を上げているシステムでは、軸統計をとっていることが多い。しかし、この種のシステムは過剰適合の問題があり、効果を上げるにはある。種の平滑化が必要となる。 自然言語の公文解析アルゴリズムは、形式言語のように良い特性を持つ文法に依存することはできない。上述のように文法によってはコンピュータが扱いにくい場合がある。一般に、たとえ目的とする構造が文脈自由でなかったとしても、最初に文脈自由な近似を文法に施して公文解析を行うことがある。 文脈自由文法を使ったアルゴリズムは細工法に基づく場合が多く、時間を節約するために、それに何らかのヒューリースティックを加えることが多い。最近では、公文解析器が複数の解析結果を返し、上位のシステムがそれらの中で最も良いと思われるものを選択する手法もある。自然言語の文法からは、場合によっては、 何通りもの解釈が可能な文も存在する。例えば形態素解析の記事にある、裏庭には、鶏がいるのような例の他にも、次のような文には少なくとも二つの解釈が存在する。水車小屋が美しい場合と乙女が美しい場合である。この場合には、意味を含めても正しい解釈がどちらであるか不明であり、その文が置かれた、前後の状況、言い換えると、 コンテキスト、フレーム情報などを考慮しなければ同定できない。さらには、のように、公文的には、何の問題もないが、意味を介するのが困難な文、といったものもある。日本語の公文解析は、主に文節間のかかり受け構造を発見することで、ある。例えば、上の文が、以下のようなかかり受け構造を持っている場合、美しいのは、水車小屋ではなく乙女の方であり、 水車小屋の美しい乙女という言い換えも可能である。一方、もし文が以下のような係か,かり受け構造を持っていたとすれば、この場合、美しいのは水車小屋の方である。例えば、多くのプログラミング言語では、関数や手続きの定義で仮引数の並びに同じ名前の引数が複数個現れることは、文法違反であるとしているが、 そのようなルールを公文規則として埋め込むのは現実的ではない。前述のように、プログラミング言語の場合など、文脈自由文法で必ずしも完全には定義できない場合も多い。ありがとうございます。